B 級ダンス協議会アマチュアラテンアメリカン部門で見事優勝されました松浦龍樹、松浦ゆりか組でございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、優勝とお名前を呼ばれた時はどんなお気持ちでしたか？率直に嬉しい気持ちが一番でした。はい、嬉しかったです。とても嬉しかったです。はい、はいはい、じゃあこの協議会の優勝を目指して、どのようなことを重点的に取り組んでまいりましたか？はい、まずルンバとかに比べ、なんかルンバとかだと重点的にはウェイトの移動だったりとかを滑らかにするような動きを頑張ってきました。僕はなんか試合だと力んでしまうので、それをこうどう柔らかく動くか、重点的に取り組んで練習しました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今日の結果を受けて、自分が成長するための、今後の課題やテーマなどが見えてきたことがあれば教えてください。はい、B 級戦優勝2回目なので、次は A 級を、A 級戦でも、いい結果が出せるように、いろんな課題やテーマをこれから見つけていきたいと思います。年度末に昇級するので、なるべく来年度からは全国の試合で残りたいです。はい、ありがとうございます。2人はご兄弟ということで、せっかくなのでこの場をお借りして、お互いに、ね、伝えたいことあればぜひどうぞ。はい、はい、いつも13年間ぐらいパートナーとして組んでくれてありがとうございます。はい、これからも、全日本だったりいろいろな試合を一緒に取り組んでいきたいと思います。はい、私も同じく13年間喧嘩が一番多かった気がするんですけど、こんなに長くやれるとは思ってなかったので本当にありがとうございます。はい、じゃあ今日の結果を受けまして、喜びや感謝をどなたに伝えたいですか？じゃあ一番伝えたい方をお二人一人ずつ教えてください。はい、僕は、コーチの先生に、伝えたいです。やっぱりいつもいろいろな指導、していただいてここまで来れたと思っているので、やっぱり一番はコーチの方に、伝えたいと思います。私はお母さんにありがとうを伝えたいと思います。はい、いつもなんかこういろいろ交通費だったり衣装代だったりいろんなことを支えてくれてるので、金銭的な面でもメンタル面で支えてくれてるので一番ありがとうです。はい、はい、じゃあ最後に、今後のお二人の目標をじゃあカメラ越しに、全国の皆さんにお伝えください。はい、まだまだ年内いろんな試合があるので、全国大会も地方の大会も、全ていい結果残せるように頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。いいの、それ。はい、はい、ありがとうございました。B 級ダンス協議会アマチュアラテンアメリカン部門で、見事優勝されました松浦龍樹、松浦ゆりか組でございました。はい、本日はおめでとうございます。ありがとうございました。